ごきげんよう、世界一の転売屋、ガラクタ屋、オルドです。今回は1月27日から稼働開始するリリリミックス3弾のカードゲットキャンペーンのレジェンドレアについて話したいと思います。ただ、カードゲットキャンペーンと聞いてピンとこない方もいるかと思います。そんな方もこれらを見れば大体わかりますかね。まあ、初めてやる人に説明をすると、ゲームが終わった後、抽選が始まって、その抽選で大当たりが出たらお店の人からこんな感じのカードがもらえるという感じのカードです。基本的には放送中の仮面ライダーから収録ライダーが選ばれることが多いです。またゲーム機にだいたい1万円から1万5千円ぐらい突っ込めば手に入るので、通常のレジェンドレアと比べても手に入りやすく、また性能も控えめです。ただしリバイバルエディションはちょっとだけ話が違います。で、性能が控えめなので、間違ってもこんな奴らみたいなことにはならないんですよ。さて、前置きが長くなりましたが、本題のカードを見ていきましょう。エーボルト！あれ？リヴァイは？バイスは？今放送してる仮面ライダーって仮面ライダーエボルだったっけ？失礼。では、効果を確認しましょう。1ラウンドごと攻撃プラス400、相手全体のアタックポイントマイナス5、ライドパワーマイナス3、パンチキックアイコンに止めた時攻撃プラス500、相手全体の防御マイナス300、アタックポイントマイナス5ということで、パンチキックアイコンに止めたら相手のアタックポイントを合計マイナス30できるからですね。で、この効果がアタックポイントを比べるときに適用されます。コンプリケンティワより強いですね。続いて裏面。裏面の効果を見ていきましょう。バーストした時、必殺プラス2500。パンチアイコンのアタックポイントプラス100。攻撃分、相手全体の防御ダウン。1ラウンドごと、キックアイコンのアタックポイントプラス10。相手全体のアタックポイントマイナス10。テクニカルゲージを超ダウン。強っ。いや、やってることがさ、超デッドヒートと変わらんのよ。超デッドヒートみたいなことやってる上に相手のテクニカルゲージ2段階下げてんのね。いや、さすがにさ、キックアイコンのアタックポイントは10しか上がらない。10しか上がらないけど、半分あるパンチアイコンに気合で止めるぐらい余裕ないよ。あー、でも、はあ、今の環境超デッドヒートに厳しいんだった。さて、そんなエボルですか、ブレイカータイプです。当然ですが、こんなやつらと組み合わせて使うことはできないです。いやー、まあでしょうね。で、ついでに言うと小野寺クーガに召されます。いやー、悲しいな。いかがでしたでしょうか。ちなみに稼働日当日、俺は仕事がかなりすごいことになってるんで、連呼動画を作れません。いやー、なんでや。さて、翌日ですね、価格速報を作れたらいいなと思っています。仕事でぶっ倒れなければ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。あなたもチャンネル登録をして新リボットに仲間入りをしましょう。みんなが待ってますよ。